お花喜ぶ、力こぶ、ブー、ということで、横山家の横山です。今回は原種シクラメンパート2ということで、あのー、この時期からね、お花が咲いてくるシクラメン、原種シクラメン、公務についてお話をしたいと思います。えー、特徴的には、まず、秋に葉っぱが出てきて、今花が咲く、というのが非常に特徴です。 で、葉模様も非常に多いので、今日の説明のポイントとしては、えー、その原始力下面、コームの特性、葉っぱの模様が多いよというところ、さらに、実は花のバリエーションも非常にあるので、それも丁寧に説明していきたいと思います。じゃあ、あのー、コームについてお話ししたいと思います。ちょっと先ほどフライング気味に話をしてしまったんですけど、まず秋に葉っぱが出てくる。で、 えー、冬、ちょうどクリスマスローズが昨シーズン、これからなんですけど、えー、2月3月ぐらいにピークを迎えるという、うーコー、ムなんですけど、非常にその秋の時期、葉っぱがもうバリエーションですごく楽しめるっていうのがまず一つ。で、花が咲いてきたらお花を注目しましょうっていう楽しみ方が一つ。で、非常に育てやすいので、まあそうですね、ヘデリホリウムに次いで同じぐらい。 育てやすいものなので、屋外で、鉢でも、地面でも、お庭でも、木の下なんかで育てていただければと思います。まさにね、クリスマスローズが咲く、ここ辺で咲いたりすると、なんかこう、クリスマスローズに原種シクラメンが照らされているような感じで、非常に相思相愛というような感じではあります。まあ、自生地でもね、同じような環境に育っているので、えー、育ててみていただければと思います。で、えー、じゃあ、どんなのが、あの、原種シクラメン コームはあるかとというとまず一番最初に見ていただきたいのはこちらコロンとしたね丸い葉っぱが特徴ですどちらかというとで、えー、少しこういうふうに模様が入えるこれ非常に僕が見た中では自生地でも一番多いタイプの野生でも一番多いタイプの葉模様と花色ですもう99%こんな模様でしたでまあちょっと ちょっと模様が入るかなーっていうと、こんな感じ。ね、ツリー模様というか、こう、こういうふうに模様が入ってきます。字模様として。で、ピンク色っていうのが、まあ、まず、スタンダードその1という感じです。この中で、ね、名前が付いてない、あのー、もう本当に、ものです。決してね、名前が付いてるだけがいいものじゃなくて、本当に模様、自分の好きな模様を選ぶっていうのも、あのー、一つなので。で、次。 こちら分かりやすいですね。ピューターリーフという品種です。品種名のついているもの。特徴としては鈴みたいな色、シルバーリーフにこう縁取り、緑色の縁取りがありますよというものです。なんかね、リング模様がいっぱいあるような感じで、こう作り込むと非常に可愛い。ボール状、まさに丸の中に丸があるみたいな感じで、僕は大好きなものなんですけど、古い品種ではあります。 で、葉っぱ花の色っていうのはまあ、これは今今回は白ですけど、色々え白だったりピンクだったり、濃い紫あの濃いめのピンクだったりっていうのがあります。ね。下にどん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 これから咲いてきますよ。という。感じです。これでだいたい12年ぐらい生きてるものかな。で、うちでは一番古いやつでコームでは？ ま、20年ぐらいがいいところかなって思っています。あまりね、その、ヘデリホリウムだとか他の種みたいに40年、50年、100年生きるとかっていうよりは、どちらかっていうと、他の原種しかめに比べると、やや短命な方かもしれないですけど、まあ、10年、20年生きるうちには種もいっぱいこぼれて、増えてくるので、あの、更新というものも考えながら育てていただければなと思います。で、次、えー、シルバーリーフ。ね、全く模様がない。 えー、銀歯です。ね、明るくていいですよね、これも。本当に庭なんかに植えておくとね、特徴的で、もうこれがは花なんじゃないかと思うぐらいな、えー、感じです。丸い、相変わらず丸っこい葉っぱで、可愛いです。ね、ピンクの花で、スタンダード模様。あ、あの、可愛いいスタンダードの色です。で、次。プレーンリーフ。まあ、模様が全くないっていうところですね。 なんかね、寂しいと思う人もいるかもしれないんですけど、これはこれで、まあなんか渋い味があるというようなものの一つです。で特徴的なものというところで紹介しました。えっ、ー、と、じゃあ次に、あの、花色ということで、先ほども何種類かお見せしましたけど、えっ、ー、と、特にこう一番濃い色、赤紫色のマゼンタカラーとかって呼んでますが、このぐらいまでが、まあ花の 色のバリエーションという感じでしょうかね。こう、見てみると、白、ピンク、赤。大丈夫かなうん。という感じです。で、それでね、葉っぱの模様との組み合わせだけで、もうこれだけで、3×399、それのもう、葉っぱの色まで、あの、形までいろいろ、模様まで揃えると、もうこれだけで何十種類ってできちゃう。下手すれば、組み合わせとしては面白いかと思います。で、 えー、じゃあ、特にまた次に特徴的なもの。葉模様に関してちょっと言ってってみると、いきなり特別なものを出しますが、プラチナリーフというものです。えー、横山園芸,芸で選抜したオリジナル品種なんですけど、おフォームの葉っぱ。このようにピンクービル。色素が、あのー、表に出てきちゃったっていうものなんですけど、えー、と2タイプあって、このタイプは 今頃になると寒さによってピンクがこう乗ってくる。もう一つは秋に出てきた時、幼少期の葉っぱがピンク色になるというタイプがあります。非常にね、特徴的で可愛らしい子たちです。えー、実はね、種まいても確率が非常に低い、少ないので、えー、すごく価値があるものとして、ちょっと原始しか面の中ではややお高く止まっているところではありますけど、非常に魅力的なものの一つです。 で、えー、次が、この子。えー、真っ白なお花のタイプです。ヒント合うかなちっちゃいから合いにくいんだよね。はい。どうだはい。あの、この、ここでちょっと説明すると、ヘデリォリウムっていうのはね、ちょっと長めの葉、 長めの花弁なんですけど、あのコームというのはどちらかと,いうとずんぐりむっくりした可愛い花型です。で、この子は普通シクラメンというのはこの口の部分にピンク色の模様が入るのが特徴なんですが、この子は入ってないですよね。非常に実は珍しいタイプのお花の色となります。これはコームアルビシマムレイクエフェクトという品種が、品種名が付いています。 で次に、この子も同じく白花タイプ、えー、古い品種でもあるんですが、えー、シクラメンコーム、アルビシマム、ゴランハイツ、ゴラン高原っていうちょっとね、標高の高いところに自生しているもので、えー、ややちょっと厚さに弱,さ弱い部分がありますが、こんなね、ちっちゃい花を咲かせて、えー、しかもね、シクラメンコームの中でもすごく早く花を咲かせるタイプの子です。もうね、あの、他が全然、 ここに置いてあるのはこう花がいっぱいありますけど、実はこんな感じですからね、まだ全然花が咲いてない状態なので、あのー、まだまだ1月とかね、12月にシクラメンって言うと欲しくなるんですけど、これからがシーズンですので、えー、ご安心ください。で、この子、ね、こう全く葉っぱの模様がなくて白い花が咲くっていうのが特徴です。で、次に、 まあ、こんな子もいますよっていうので紹介したいと思います。あの、不入りの。模様符ではなく、えー、色素がこう、抜けちゃ、抜けちゃっているっていう、まあ、白髪とは言いませんが、あのー、そういうタイプの、ね、古典園芸植物とかにありそうな符模様というところです。これもね、まあ、安定していること、安定しない子がいるので、あのー、 もう本当に一期一会の品種かななんていう風に思っています。で、次に特徴的な子。この子。もういかにもなんか濃いっていう色素を持ってる感じの雰囲気なんですけど、まあ,まあ緑の葉っぱにこのように非常に紫色、濃い赤紫色の花を咲かせてくれるメイデンクリームゾンという品種名がついているものです。どちらかというとね、コンパクトにまとまるタイプが多いんですが、あの、非常に濃い。 コレクションと一つは、コレクションとして一つはね、持ってたいタイプの一つです。はい。で、次に、この子は、あ、あれか。あのー、この鼻のね、先ほど模様があるって言ったんですけど、口元までピンクっていう、はい。ダークノーズとかって言い方をしてるんですけど、 ちょっと普通の花との対比をしてみましょうか。この子。はい。口元が紫色の M 字模様が入りつつも中心が白。見たかなで、えー、この子は白い模様がないと。並べて撮りたいね。 こうか。あ、できたかな。違いわかりますかねはい。実はね、これ、珍しいタイプで、あのー、こういう子もいますよ、という感じで,ですね、まあ。じーっと見てると、なんかどことなく、ハイエナの顔のようなって言っちゃうと売れなくなっちゃうから絶対言わないんですけど、でも遠くから見ると、あ、なんか深みがあって、閉まってるかっこいい花だな、なんていう風に僕は思っています。 マイナスのこと言っちゃいけないね。<laughs> えっと、次が、この子は、絞り花うん、千伐だね。あのー、わかるかなちょっとね、あの花びらの、花の、花弁のところが、こう、色素がヒュッと抜けてる、かっこいい模様が入っています。こんな感じ。 絞り花っていう選抜をしています。もうこれも横山玄のオリジナルで、こっちの方が分かりやすかったかな。はい。どうでしょう。うん。えー、ね、かつね、この、<coughs> 葉模様もすごく面白くて、あのこれも、ね、葉模様はまちまちなんですけど、 まあ、BSB フォーム2っていうものから出てきたものが実は多く品種から出てきたものが多くて、えー、絞り花選抜っていうふうに横山園芸では言っています。であのー、先ほどのヘデルホリウムに比べると、えー、非常に花のバリエーション葉っぱのバリエーションが非常に豊かで、えー、もうコレクションし始めたらもうキリがないっていうぐらい、えー、になってしまいます。 で、あの、一株一株でね、こう、この模様いいよね、この模様いいよねって楽しむのもありですし、例えばこう、また、鉢にこう、寄せ植えをして、この、こんぐらいの鉢。いやいや、浅めの鉢にこう、何個か寄せ植えして、いろんな葉模様を楽しむ。下手すればいろんな花、花の色を楽しむっていうのもえ、一つの楽しみ方としてあります。はい。ね、なんとなく、その、 おう、厳シクラメンの中でも、葉っぱがあって、花が咲くっていう、うタイミングで、この子は成長して花を咲かせてくれるので、えー、見ててね、なんか一緒に楽しめるっていうところは最大の魅力かと思います。ね、秋口から、まあ、葉っぱがの、葉っぱの模様で売り始めて、で、何色が咲くかわかんないなと思いながら、まあ、ほんと咲いてみないとわからないんですが、あのーお、本当に、 本当にこれも一概には言えないんですけど、どちらかというと、葉っぱの後ろをめくってみると、色が薄い、色素が薄い花の色っていうのは、やや葉っぱの色も薄い。で、逆に、えー、濃い花っていうのはこういうふうに、後ろの花葉、葉っぱが色が濃い。っていうことが言えます。ただ、イレギュラーもあるんですが、例えばこの子。 白い花なのに、えー、真っ赤な、<laughs> 葉っぱをしています。まあ、選ぶ基準として、白い花が欲しいわっていう人が多いんですが、あの、そういう時は、ま、色が薄いものを選ぶっていうのが一つなんですけど、この子なんで色が濃いかっていうと、やっぱ軸の色が濃い。この口元の色が濃い。ね、はっきりしてますよね、この口元の色がね。こうね、くってみると分かりますけど、ぎゅっと。うん。 まあこういうその特徴的なものはあの葉っぱの色が一概にも言えないので、えー、園芸店の方、花が咲いてる時に色だけでも差しとくとお選ぶ基準につながりやすいかななんていうのはあります。あとね、もう本当に、えー、名前が付いてないものでも非常に特徴的なものもあって、こういうふうに、えー、シルバーリーフに本当にツリー模様がきれいに映えるタイプ。 だったり、あのー、いろいろあります。本当ね、種をまくと、十人十色っていうバリエーションが出てきてしまうので、あのー、なかなか品種を固定するっていうことは難しいんですが、まあ特徴的なものを選んで、あのー、本当これも一期一会なので、選んでいただければと思います。はい。じゃあそれでは、簡単に公務の説明でした。以上。